難しいわ。釈迦さん、サボテンの8に似てますね。どういうことだよ。悪口だろ、それ。よくわかんねえけど。なんだサボテンの8って。悪口やんけ。よくわからんけど。なんやサボテンの鉢って気になるわ、調べたるわ。なんやサボテンの鉢って。サボテンの鉢、え、マジで意味わかんないんだけど、マジで意味わかんないんだけど。ちょっと縦長系なのかなって思ったんだけどさ、サボテンの鉢って、これ何、これ、どこが似てんの、どれ、どの蜂に似てんの俺。植木鉢やんけ。あおあおハロー、あおあおいやいやおあなぶおう。黙っとれ、俺に勝とうと思うなよ。ボイスチャットでうるせえやつは俺が全部叩き潰す。かかってこい。めちゃくちゃ笑ってた。ボイスチャットで俺に勝とうと思うなよ。これ勝ったやろ。舐めた真似しやがって、俺がいる前で。俺はそういう不届き者は許さんからな。あいつは日本のことこれからリスペクトすると思うよ。間違いないでしょ。わあ、珍しい武器見つけた。上にいるんだよな、今この辺にいる。降りたな今。あれ降りてね。なんだ、何の音だ。降りたわけじゃねえのか。
バレてるんだよね。それね、気づいてないと思うよ。いるんだよね、実はね、それ。本当はいないと思うんだよね。一見するといないかなって思っちゃうんだよね。ぼやぼやぼや、これも番長でしょ。これ卒業生代表じゃない？さっきの4スコ ?4 スコなんてあったっけ ?4 スコってどこだ？階段の踊り場かな？踊り場工事か？さっきの下の4スコも。4スコン、スコン、コン、コン、コン。卒業して即戦力で就職できる装備整ったな。ビッグポッキーさん100ビットありがとうございます。さすがサボテンの8。あ、それ違うわ。 AV 男優ん？ディトネーター。え、ちょっとそれ読めないっす。それちょっと読めないっす。すいません。グッチさん8だらありがとうございます。8キルかなって思ったら5キルしかしてないじゃねえか。さすがサボテンの8。アイズさん購読ありがとうございます。いや、それはつまりどういうことでしょうか。ああ、これはね、彼もなかなか読み勝ってると思うよ。おい、母さん、母さん。君なかなかうまいね。バイク抜くのほんとむずいわ。まあ、別にエッチな意味じゃなくてね。走ってるバイク抜くの難しいな。もう行っちゃったな。マジで VR 彼女やりてえな。ああいうなんか最先端のエロゲーやりたいな。どうなっちゃうんだろう。いや、敵おるやんけ。俺どうなっちゃうんだろう。自分が怖い。どうなっちゃうのか。俺どうなっちゃうんだろう。ギンギンないベスコーン。オナロードテレビタイムアンダモンエリソンエリタイムオダーリンダーリン。ごめんね、家族の前で見てる人たち止まんないんだよね。
あ、これ言ったら100人減るなって分かっててもやめられないんだよね。あら、あいつどこ行ったんだろう。そこの山にいたんだけど。どうなん、なんか瞬間的にマイクの音量絞れるつまみみたいなの欲しいなって思ったけど、あるわ、俺手元に。手元にあったわ。これどうだ、今どうなってんだ。ちょっとバリバリ言うかも。大丈夫か。今マックスになってんだ。今10になってるから、これ言う前に5ぐらいにすれば大丈夫かな。うん、俺ミキサー持ってたわ、そういえば。一回も使ったことないけど。まあでも、こういう時には使えるんだけどね。まあこんな感じよ。あ、これやりてえな。キンキンナイン、パソン。やべ、音量下げるの忘れてた。音量下げるの忘れてた。どう？あ、ちょっと待って、右にいる。あいつも同時に気づいてた。どうだった？うるさかった？ごめんね。釈迦さん、声はいいよね。やかましいわ。やかましいわ。何や、何や、やかましいわ。あいつどこ行ったんだ？見当たらねえな。あれ、どういう歌なの？ちょ、めっちゃね、俺さっきからめちゃくちゃ膀胱爆発そうなんだね。膀胱が爆発そうな時の歌作るか。マジやべ。ちょっとのし、あ、やべ、もうこのね、声の振動で漏れそうになるレベルで今溜まってる。尿、あの膀胱にパンパン抜くわ。なるほどね。お前でよかろう。なるほどね。なるほどね。やるじゃん。リナリー JP、 ジャパニーズ。Hey, Japanese people。 あ、違えば違え。なんだっけ、俺今、あれ、厚切りジェイソンやりたかったのに、オレンジレンジになっちまった。厚切りジェイソンってなんだっけ。あれ？ジャパニーズ・ピーポーじゃね？あれ？なんだっけ？ワイジャパニーズピーポーじゃね？あれ違うっけ？リズム感が取り戻せない。俺の歌手活動が。あれ？当たった当たった当たった。当てたら死ねえや。当てたら死ねえや。
世界中ほら。でも俺は高橋さんで学んだからね、歌ったら人が減るっていう。まあでもギンギンないはもう歌じゃないからね、もはや俺のやつはもうリズム&ブルースって感じだからね、どっちかっていうと。あんだもん、なれ。お腹やべえ音鳴ってんだよな。まあ、でも俺昼飯豚キム麺食べたんだけどな。豚キム麺。最近もう前の会社の時より全然カップラーメン食ってなくて。なんか給湯室みたいなのはあのビルにオフィスが何個も入ってて、4つぐらいオフィスが入ってて、そのうちの1つだったんだよね、オフィスが。で給湯室が共同だったのよ、共用か、共用だったんだけど、給湯室が共用だとさ、あのあれじゃん、あのその別の会社の人もいるような場所でさ、お湯入れたりさ、まあ、違う、お湯は車内にあったわ、お湯は車内にあったけど、お湯入れた後にお湯切ったりさ、まあ、ちょっとスープ残っちゃったりしたらそこに捨てなきゃいけないじゃん。だそれがすごい嫌で、全然一回もカップラーメン食べてなかったんだよね。で最近はまあ共用なんだけど、今入ってるビルって人少ないから、人が少ないからまあ比較的入れやすいんだよね。で近くにコンビニがあるの、めちゃくちゃ近くに、まあ、補給物資とかもあるし。いや、めっちゃおしっこした。やべえ、マジで。でも最近すげえカップ麺食ってんだよな。もうカップ麺でいいと思ってるもん、昼飯。あ、夜飯は俺いつも配信が終わった後に食べてる。そういう時はトイレに流すといいかな。いや、さすがにね、俺さ、食い物をトイレに流すっていう行為が、まあ、合理的なのかもしれないけど、ちょっと耐えられないね。ほうほう、悪いね。あ、それしたいっす、それしたいっす、それしたいっす、そんな打たないで、それしたいっす、あ、それしたいっす。お前のせいで補給物資持ってるやつ、あ、こう車バイクが、それは甘いチラ走ってる。うわ、包帯37枚持ってる俺、それはね、甘いチラ走ってるよ。あいつ見逃しちゃったじゃねえかよ。あ、見逃してねえ、ちょっと待って、まだいる。頭今だけ、あ、まあ、このステップさえあれば俺は避けれるんだけどね。ほっほっ、当てれるかな。でこっち行くと見せかけてまたこっち行くと、ほい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 、はいはい、へいほう、はい、残念、ごめんね。もう死ぬと思ってないんだよね、もはやこの距離、うん、俺このステップだけには自信持ってんだよね、かなり。このステップだけには、およそ自分の実力がプロゲーマーに勝てるとは思ってないけど、俺このステップだけは勝てると思ってる。だから教えたいもん。コーチしたい。弾を避けれる100つの、100つ。100のステップって。なるほどね。まあ、こうやって当てることはできないんだけどね。実は。実は当てることはできないんだけどね。避けることだけできるんだよね。なるほどね。うわ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 、
俺にこの時間は残されてますか？私にこの時間は残されてますか？ねえ先生。教えてよ。私にこの時間は残されてますか？マジ今お腹抑えられたら人生終わる。いやマジやべえ、ガチやべえ。俺これ電車の中でなってたらマジで俺やべえぞこれ。うわ人走ってるし。結構落ちるな。あえて動かない、あえて動かないことで、俺を死体だと思わせる。死体というか、あ、やべやべやべ、ガス来てる。あいつの、ちょこれどっちだ、どっちが正解。俺は我慢できない、あさるの我慢できない。はい、コンペンセーター、コンペンセーター、はいはいはい。うわくそ、今なんかアングルかパーティカルがあった気がするけど、もうおしっこ漏れそうでそれどころじゃない。マジやばいマジやばい、なんかいる人か、バイクじゃねえか。人生終わる、マジ人生終わる。さすがに配信で、いや待って、脱粉しなければなんとかいける気がする。放尿ぐらいだったら許される気がする。まだ生きていける気がする、人として。でも脱粉だけはちょっと、まあお釈迦さんもお釈迦さんになった時、おしっこ漏らした言うてますからね。エクスプロージョン、ガチやべ。アングルか。ちょっと待って、永久銃持ってる。ちょっと待って。テッテプラプラプレイバック、プレイバック。そこはダメよ。プレイバック。プレイバック。ちょっと弾どこ行った俺の。へっこないからへっ
まあ、確かに確かに俺がおったら正面から出られへんやろうけど、それもなかなか厳しいもんあるんちゃいますかね。やっぱ人っておしっこ我慢してるときが一番強いんだな。何かを我慢してる時は一番人って強いんだよ。まあ、例えば家族と離れ離れ、嫁に会いたい、子供に会いたい、やっぱそういう時に人間って進化を発揮すると思うんだよね。俺は全てが満たされてる時ってダメなんだよ。そういう時に人って死ぬんだよね。もうお金が1兆円ある。もう彼女も1500人いる。男友達も5万人いる。もうそうなってくるとね、もう人って危機感ゼロだから、もう俺は最強だって思っちゃうんだよ。やっぱりあーやべ、サプレッサー付きの AWM か。どこだ、うわ見えねえあれ。